はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルではですね、こういう風にリアルチャートの上に僕がいろんなラインをですね、引きながら今後の相場分析をしていくというチャンネルになっています。基本的には毎日動画を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それからですね、 LINE アットに登録いただいた方、に限定でですね、モーシン講座というのを今ね、やっております。で、具体的にはまあ、登録いただいた時点で僕のトレード手法をですね、詳しく解説した3本の動画をですね、プレゼントしているという企画になっていますので、ぜひね、この機会に LINE アットにも登録いただけると嬉しいです。はい、ということで今日がですね、2019年の10月の16日水曜日ですね。今の時刻が、19時46分です。今のビットコインの価格がですね、88万4000円ぐらいのところを推移している状況ですね。はい、で、皆さんにご覧いただいているのは4時間足ですね。ビットコインの4時間足レベルです。で、この取引所に関しては、GMO コインですね。GMO コインのチャートを映しています。で、今日のね、値動きなんですけれども、まあ、昨日ですね、90万円付近、まあ、昨日、おとつい、その前、3日間ぐらいですよね。ここ最近ずっとこの90万円付近で、この辺動き、値動きしていたんですけれども、今日ですね、1段下げてきましたね。88万まで下げてきて、今もね、88万4000円ということで推移していますね。はい。で、まあ、ここから分かったこととしてはですね、やはりこの88万円というラインですね、まあ、加えて今はね、この長期の移動平均線 100MA ですけれども、100MA と88万ラインに支えられて、なんとかね、こう、持ちこたえていると、サポートされているという状況ですね。で、今日お伝えするポイントとしてはですね、まあ、この4時間足レベルでチャートを見ながらですね、今後どっちに動くかっていうところのね、今後の、相場分析と、あとはまあいつものようにですね、今エントリーするべきかどうか、で、するならどういったところに損切り、利確ポイントを置くかといったような、まあ、基本的なところをですね、話していきたいというふうに思っています。で、昨日の動画でも言いましたけれども、今ね、注目のポイントとしては、この3本の移動平均線ですね、短期、中期、長期で20、50、100MA ですね、それをまあ表示させているわけですけれども、このあたりですね、10月の10日ぐらいですかね、10月の10日から11日ぐらいにかけて、まあ、ゴールデンクロスが起きました。いわゆるですね、この短期の移動平均線が中期、長期を下から上に抜けてくるというゴールデンクロスがまあ起きましたと。で、ゴールデンクロスが起きた場合はですね、まあ、トレンド転換になることがまあ多いんですよね。可能性として多い、高いというところですよね。で、まあ、トレンド転換が起きると通常はですね、まあ、これ下落トレンドから上昇トレンドへのトレンド転換ですので、短期、中期、長期みたいな形で、移動平均線が上向きで並んでくるという動きに変わっていくのが、まあ、トレンド転換なんですけれども、まあ、ゴールデンクロスが完成したんですけれども、その後ですね、まあ、ずっと横ばいが続いているという状況です。で、この横ばいの中で、昨日の動画で紹介した時にはですね、こういう感じで、この水色のラインでですね、三角持ち合いのような形を形成していたということですね。こんな感じですかね。で、まあ、そこをですね、下抜けてきたということですね。で、下抜けてきた後に、まあ、88万ライン、ここはですね、かなり強烈に意識されるので、ここでサポートされるんじゃないかということは、僕も言ってたと思うんですけれども、まあ、このあたりですね、88万ラインでしっかりサポートされてきたという状況ですね。で、今ね、目線は変わりまして、チャートパターン的に言うとですね、まあ、このラインちょっと消しますけれども、まあ、今こうなるとですね、下値は88万で一定と、で、上値はですね、切り下げてきているっていうね、いわゆる、ディセンディングトライアングルですね、そういう、まあ、上値切り下げラインですね。この下値は一定で上値が切り下げてきているというペナントの中でもディセンディングトライアングルというチャートパターンを、形成しようとしているという状況にありますと。で、まあ、収束ポイントとしてはですね、まあ、10月の18日ですね、だから明後日ぐらいかな、明後日ぐらいまでにはまあ、どちらかに動いてくるという状況ですね。で、今回のこのディセンディングトライアングルを抜けた後の値動きに関してはですね、まあまあそこそこ大きい値動きになるんじゃないかなというふうに思っています。ただしですね、これをどっちに抜けてくるかっていうところに関しては非常に難しいですね。で、まあ、これが一番初めのポイントですね。今後どっちに動くかっていうところに関してなんですけれども、まあ、ディセンディングトライアングルの定石というかセオリーとしましては、まあ、下に抜けてくる可能性が高いということがまあ言われていますよね。まあ、当然、上値を切り下げていっているということは、まあ、上値が重たいということでどんどん、ね、こう切り下げてきているという状況ですので、まあ、上に行くのはなかなか、ね、良い人がいると、結構労力がいるというところですよね。なので下に行きやすいというところで、まあ、下に行く可能性もあるんですけれども、ただしこの88万円ラインというのはですね、かなり意識されていると。この直近の、この辺りですね、この辺りの値動きにおいて
かなりね意識されているんですね。まあ、皆さん見ていただいたら分かりますけれども、サポートレジスタンスの転換をですねずっと繰り返しているぐらい、この88万というラインは意識されているわけですよね。で今ねこの長期の移動平均線も重なってきているということで、まあ下値もですねある程度硬いということですね。で今中期短期のですね移動平均線が、ここで重なっていて、これがだんだん下に落ちてくるだろうと思います。でそれと、長期の移動平均線、それから88万円ラインが全部重なってくるような、動きですよね。それが明日もしくは明後日にね見られてくるんじゃないかなと思います。なので今ねこういうこの水準の中で値動きした後に、上に行くかですね、当然ですけど下に行くかっていうどっちかの値動きが起きるんじゃないかなというふうに思っています。で上に抜けた場合はですね94万ぐらいまでは行くんじゃないかなと思っています。で一方で下に抜けた場合はですね、85万円を意識した後に、もしかすると82、3万とか、直近最安値のこの辺ですよね、この辺りの、83万円、ここら辺りもね83万で、下止まっているという値動きがね何回かありましたけれども、この直近最安値の83万までは下げてくる可能性があるというところをですね意識した、見方をですねしていけばいいかなというふうに思っています。でですね、今入っていくべきかどうか、エントリーするべきかどうかというところに関してですけれども、昨日の動画をですね見ていただいた方は、分かると思います。90万のところで一旦ね資金の3分の1を入りましょうと。で入る方であればですねロング目線で、資金の3分の1を入れていこうということですね。ゴールデンクロスも起きているし下には硬いっていう雰囲気がありましたので、3分の1入れていこうと。で88万円ラインを抜けた場合はですねここで損切りしようということですね。で、88万付近でもう3分の1を入れましょうというところを言ってたと思います。なので、それ通りになっている方はですね今ね、3分の1、3分の1で、で後に入れた3分の1っていうのはほとんどプラマイゼロと。で初めに入った3分の1っていうこと、に関してはですね、2万円幅ぐらい、1万5000円幅か2万円ぐらい幅の、損失が出ているんじゃないかなというふうに思っています。で今後ですね、当然この88万ラインを抜けてきたら昨日、元からですね考えている通りここは損切りしていかないといけないということですね。でここをですね、昨日の段階からしっかりエントリーして3分の1入って今も3分の1入ったと。で、どうするかっていう持ってる人はですねそのまま持ち続けた方がいいと思います。で88万ラインこのラインをですね明確に割った時点で損切りすると。で一方で、上げてきたとなると、特にですねこの今ディセンディングトライアングルが意識されてますので、ここをですね明確にこう上抜けてきたような値動きが見られた場合はですねもう3分の1をプラスしてチャレンジしていくということですね。で利確目標としては94万円ライン、ここですよね、このラインまでは引っ張っていこうというところをですね、昨日の動画の通り戦略を立てていけばいいと思います。ただしですね今持っていない人ですね、昨日入れてなくて今から入ろうかどうか迷っている方っていうのはですね今はお勧めしないです。僕だったら入りません。理由は単純ですね、どっちに動くかわからないからです。で下はですね先ほど言った通り88万ラインと長期の移動平均線が被ってきているっていうところではあるんですけれども、これ、若干ですね上昇してきた中のディセンディングトライアングルなんですよね。なのでこう下降してきた中のディセンディングトライアングルってなると、当然ですね下抜けてくる可能性が高いと。一方で上昇トレンドの中でアセンディングトライアングルって言って高値一定の、下値を切り上げるみたいなね、だから要はこういう風に動いてきて、こういう感じで三角持ち合いになった後はですねこの後は上抜けてくる可能性が高いんですよね。なので、こういうセオリーに当てはめると非常に分かりやすいんですけども、今回はですね上に、上昇トレンドというか一時的な上昇トレンドを形成した後に、持ち合いになってそこがですね、ディセンディングトライアングルになっているということで、今回はですね上に行くか下に行くかというのは非常に読みづらいという展開になっています。したがって、今入るというのはねリスクを許容できないかなというふうにね思っています。どうしてもね無理やり入るんであれば、先ほど言った通り、資金の3分割ですね、資金を3分割して今入ってですね85万で、損切りですね、で94万で利確というところもですね狙っていけなくはないんですけれども、あまりそこまでね無理して入るようなポイントでもないかなと、思っています。リスクリワードを考えた時にそれほど美味しいポイントではないということが、言えると思います。それよりも、この後ですねこのトライアングルを抜けた後にですね大きな値動き、大きなって言っても5万円幅とかねそれぐらいの値動きがありそうな、気がしてますけれども、それを明確に抜けた後にですねトレンドを確認してから入っていくという方がですね、堅実なリスクを抑えたトレードができるんじゃないかなというふうに思っていますので、そのあたりですね意識したトレードをしていけばいいかなというふうに思っています。はい、ということで、最後にですね板を確認していきたいと思います。
はい、ビットメックスですね、見ていきますけれども、まず直近のところに関して言えばですね、両者ともそれほどね、売り板も買い板も、それほど熱くないというか、まあ、拮抗しているということですね。で、特段このラインだけ非常にこう熱くなっているとか、そういうポイントもまあ見受けられないので、さほどですね、今はまあ昨日から言った通りですけれども、さほどこう板を意識したトレードはしなくていいかなというところですね。で、この下値で7250ドルっていうところですね、だいたい日本円にして77万円ぐらいのところですかね、77万前後の水準で若干こう熱くなっている、ポイントがありますけれども、まあ、今から、ね、このエントリーしていく上ではですね、あまり意識しないでいいかなと、まあ、あまりにもこう下値すぎるので、ここまで、考慮に入れた値動きっていうのはですね、1日では起きないというふうに考えていますので、まあ、ここは無視していいかなと。で、直近で言うと、まあ、売り板も買い板も拮抗しているということで、まあ、どっちに動いてもおかしくない状況だと。まあ、板からは情報が得られないというところだけですね、押さえておいて、いけばいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで今日の動画はですね、これまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。